NHK をぶっ壊す。 NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言います。どうも、立花隆と言いますが、知ってる人何人ぐらいいます？そんなにない。あ、結構いる。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10人ぐらいですね。わかりました。泉大津の、出身で、生まれは助松団地です。で、城東小学校出て、小津中学校で、その後千代田高校っていうね、なんか噂によると僕の同級生がおるんです。ありがとうございます。同級生一緒のクラスになったことあった？クラスはない。あ、クラスないよね。同級生がいるの言いづらいんですけど、まあ、大阪で言ったらアホか賢かかアホな高校の一期生です。で、今何してるかっていうと、次のね、来月行われる参議院議員選挙っていうのがあって、まあ、国会議員選挙に立候補する人間でありまして、まあ、ただ立候補するだけじゃなくてね、44人の候補者を立候補擁立する、まあ、政党の代表をしています。で、あんまり堅苦しい話をしても面白くないので、国会議員になりそうな人とか、もともと泉大津で生まれて、まあ、堺で育って、ちょっと前までは堺の小選にもちなみに出ました。2週間前のね、僕は完全に泡沫扱いで、それでも 14,110票いただいたんですけどね。で、その前は東京都の葛飾区っていうところで区議会議員をしていまして、さらにその前が、千葉県の船橋で有名な船橋市の市議会議員してました。で、その前は大阪にいて、大阪で選挙しても勝てないんですよ、維新が強いから。で、まあ仕方ないから大阪から、まあ、関東に行ったら2回当選して、ね、まあ、国会議員の選挙にね、今回ね、1億8000万円のお金がネットで集まりまして、44人の候補者を出すということで、まあ、皆さん労働者ということなので、まあ、僕も高校しか出てません。で、ちょっと前までじゃあ何してたかって、この辺でずっとパチプロしてまして、パチプロなんですよ普通に。で、なんで僕のことしてますかって聞いたら、結構パチンコする人が僕のことしてるかなと思ったんですけど、まあ、ここ泉大津言ったらパオさんとかね、もうちょっと前出た天竜とかラッキーとかね、泉大津、元々助松団地なんで、パチンコアイドルとか ABC 潰れましたけどね、まあ、堺とかもずっとこの辺、まあ、和歌山からこっちずっとパチプロでやってた時代が6年ぐらい前までパチプロしてました。だいたいパチンコで年収1,000万か2,000万ぐらい手取りがあったっていう感じです。で、その前が NHK の職員しました。20年ぐらい NHK の、白田高校から NHK に入局して20年間ぐらい NHK の仕事をしてまして、その時がだいたい1000万円ぐらいの年収で、パチプロで1000万から2000万ぐらい。で、その次何をしてたかったら、 YouTuber って分かります？ YouTuber ってどれが分かります？YouTuber の人ですね。僕結構有名な YouTuber です。日本で400位ぐらいなんですけど、まあ、それでも年収にして YouTube で大体1500万ぐらいあります。月150万ぐらいの YouTuber で、政治家 YouTuber ですね。政治家で1000万ぐらいもらって、 YouTube で1500万ぐらいもらうような感じの今状態なんですね。で、金の話ばっかりして申し訳ないんですけど、まあ、パチプロでも儲けてるし、 YouTuber でも儲けてるし、政治家でも儲けてるんですけど、多分ね、皆さんのちょっとお見かけした感じで言うとね、俺でもできる、私でもできるっていうので言うとね、どれが一番できると思います？パチプロか政治家か YouTuber。 俺も年収1000万以上稼ぎたいっていう人の中でね、どれができると思います？パチプロやったらできるんちゃうかと思っております。誰もいない。YouTuber って言って人前でいろいろと喋ったりして儲けれるっていう人います？あ、 YouTuber はいるが、若いんだね。いくつ？35歳。 YouTuber。 政治家になって年収1000万やったらいけそうって。あ、1人2人。あ、ね、どこに所属するの？戸籍で、女性2人今手を挙げていただきましたけど、
あのね、パチンコで1000万儲けるってめちゃくちゃしんどいです。これはもう天才的な力がいります。もうめちゃくちゃその表計算ソフトとかエクセルとか最新のお店の情報とか得て、まあ今だったら打ち子って言ってね、よくあのお店に行ったら集団で3人以上で売ったらいけないとか書いてるとこ見たことあると思うんですけど、ああいうのをしてたんですよ。元締めをしてました。30人ぐらい使ってましたけど、でパチプロがめっちゃしんどいです。もう絶対お勧めしません、大変だから。で YouTuber はこれね、1000万いくのちょっと大変かもしれませんけど、数百万円程度だったらまあまあいけるんじゃないかなと思います。で政治家がねめっちゃ簡単になります。ここはで一番ね、多分ね、皆さんの感覚で言ったらちょっと遠いんちゃうか、俺政治家なんか絶対無理やと思ってる人どれあります？俺政治家なんか絶対無理やっていっぱいいますよね。わかりました、皆さんありがとうございます、ご協力ありがとうございます。ほとんど俺無理と思うじゃないですか。無理だと思うんですけど、政治家って年収1000万ぐらいもらえるんですよ。ちょっと大きなとこ行くとね、小さい町は無理なんですけどね、あの給料安いんですけど、例えば船橋市って僕は狙いを定めて行ったんです。千葉県の船橋市にね、なんとね50人も当選するんです。50人、1番でも50番でも年収1000万なんです。51番になるとゼロなんです、落選なんですよね。でこの選挙ってなんかもっと不公平じゃないと思うんですよね。1番も50番もなんか同じ給料で、むしろ50番やったら通るんちゃうかって思ったんですよ。で例えばね、僕はもう NHK をぶっ壊して NHK に金払わない人を応援することしかやってないんですけど、犬猫ワンちゃん猫ちゃん殺処分ゼロでも通ってるんですよ。え、犬と猫殺さへんって、やります、それをやりますって犬猫しか言わない人が50番で当選してるんですよね。ということは、あの別に犬とか猫を殺処分しないなんて皆さんでも言えるでしょ。実行するかどうかは別ですよ。できるじゃないですか、何か一つテーマを掲げて言えばできるんですよ。で実際僕の党にはね今30人ぐらいの議員がいます。で、うちの党って賢い人、僕がそもそも篠田候補しか出てないので賢い人いません、あんまりいませんっていうかほとんどいません。で、いわゆるトラックに乗ってた人が最初に2人当選してます。僕の次に当選したのがトラックドライバーです。で事故をしてしばらくちょっと会社辞めて別の会社でトラック乗ろうかみたいな感じで、その間に選挙があったんですよ。で選挙ってお金かからないんですよ。30万円でエントリーできるんです、市議会議員って。でその30万円もほぼ 100% 返ってきます。でポスター貼るお金も、ポスター印刷するお金もね、チラシを配るお金も、新聞に記事を出してもらうのも全部無料です。選挙ってね、実は市議会議員選挙ってお金かからないんですよ。で今なんでこんな話をしてるかっていうと、だってせっかく聞いてもらうんだから、いや俺もいけるんちゃうかっていうのをちょっと感じてほしいんです。俺もひょっとしたら1000万円いけるんちゃうか。だから意外にパチプロって俺もやったことあるし、パチンコで1日何枚も買ったことあるからいけるんちゃうかと思って、パチンコ絶対無理です。これ1000万無理です、これ絶対無理です。で YouTuber もちょっとしんどいかな。もう正直おっちゃんの顔出てきたら何倍いいこと言ってもね、あもうおっさんやからみんな気持ち悪いとかなるんですよ。ごめんなさいね、僕もおっさんなんですけど。だけどでも政治家は結構いけるんですよ。ていうか本当にね、あのうちにはね、前科がある人がね、前科がある政治家が3人います。1人辞めましたけど、辞めたっていうのはうちの党から出ただけ。前科があっても当選するんですよ。でそこがね、今一番なんだろうな、僕なんでこんなこと言うかって、だって皆さん政治に対してあんまり関心もなければ期待もしないと思いますよ。政治めちゃ興味があるとかっていう人どれぐらいいます？なんかあんまり選挙なんか行かないっていう人多くないですか？ちなみに選挙、この間の4月の、あの選挙に行った人どれぐらいいらっしゃいます？あでもめっちゃ行ってるな、半分以上行ってます。あ、わかりました、わかりました、はい。それは何、社長に言われていかなかったいや、そうか。いやいや、あの、いや会社としてね、ここはこの人に入れてくれみたいな感じの、そんなじゃなくて、まあまあ選挙は行かなあかんと思
って言ってる人が8割ぐらい前にいたんですけど、じゃあ選挙に出てみようかなと思った人どれぐらいいらっしゃいます？誰もいないですか？お、俺が出ようみたいな思ったことないですか？誰もいないです。いや、チャンスなんですよ。だからこれね、せっかく今日お話聞いていただいたんで、あの立花ってやつなんか偉そうにしとるけど、なんかチャンスくれるんちゃうか、なんかこの話聞くだけじゃなくて、あのちゃん社長が連れてきてなんか喋らせて、俺と早飯食いたいのに、早酒飲みたいのに喋らそうぜみたいな中でもね、なんか気づいてもらって、よし、なんかできるんちゃうかと思ったら、ぜひ連絡いただければ、僕は学歴とかそんなもう基本気にしないです。特に市議会議員はね。ちなみに市議会議員の仕事ってどんなことしてるかって分かる人っています？まあ、もちろん市議会議員の仕事今一人市議会議員の方がまあちょっといらっしゃるんでまあそれはまあ除外して、あのね、僕が船橋の市議会議員をしてて、寅さんで有名な、葛飾区の区議会議員としてて、船橋の年収が1000万円ちょっとです。で、葛飾1300万円です。おいしいでしょう。で、どれぐらい仕事してたかっていうと、船橋で年間80日ぐらいやってました。年間ね、360分の80日です。で、葛飾はね、その半分ぐらい、360分の40日ぐらいしか行ってないんです。仕事ないんですよ。あの橋本さんが大阪都構想、大阪都構想って言ってるじゃないですか。あれまさに党と区に分けると、区って仕事なくなるんですよ。消防もないし、多分清掃もないかな、集めるまでかな、燃やしたりするのは区じゃないんですよね。もちろん病院とかも区立病院がなくて都立病院だし、ほとんどの仕事が実は東京とかやるんで、区ってめっちゃ暇なんですけど、まあまあそれはよく置いといて、40日しか行かないんですよ。それで1300万円ですよ。さらに1日1回って平均2時間ぐらいしか仕事しないんです。ということは年間80時間で1300万円もらえるんですよ。ぼったくりでしょ。いや、ぼったくりなんですよ。こうね、もちろんね、自民党の先生とかいろんなやってますよ。やってる人はいっぱいやってるんですよ。でもそれは本当にそれ区民のためにやってるのか、自分が次の選挙当選するためにやってるのか、僕も正直分かりません。だってお祭りとか行くわけでしょ。なんか これからなったら盆踊りに行ったりとか、その七夕の祭りとかの土日になったら地元の町会のね、なんかそういうのに参加したりとかしてる人いっぱいいると思います。お葬式になったら必ず行くとか、結婚式に行くとか、だからそういうことを除けば、そんなんやることもちろんないですから。だからね、実はね、めっちゃ暇です。何してるかって言ったら、いや、区長とか区役所の人とか市長とか市役所の人がちゃんと仕事してるかどうかチェックするだけなんですよ。で、ちゃんと仕事してますよ、大体。悪いことしないです。とするとね、本当やることないんですよ。で、できればそういう、なんだろう、学歴とかそんな関係なく、いろんな人が市議会議員をやった方がいいと僕は思ってます。その子育てをするね、前の人とか子育てしてる人とか、もちろん皆さんのように暑い日はね、暑い中肉体労働されてる方とか、だって市議会で決めることって公園作るとか、橋をね、どうかけるかどうかとか、もちろん保育とかね、そういうもの、身近なことが圧倒的に多くて、外交とか防衛とか、そういうものってないんですよ。外国と交渉したりとか、日本の軍事力どうするんだとか、あんまりないんですよ。もうすごい身近なことなので、しかも市議会議員が一人で何ができるかって言ったら、もう何もできないです。市民の声を聞くぐらいで、それをまあ届けるぐらいで、本当に一人では何も実はできないんですよね。で、なのに1000万円ももらえるっていう状況なんで、代わり誰が結構行くんですよ。で、そこを報道しないでしょ、テレビが。あんまり聞かないでしょ、市議会議員の選挙ですって、開票速報、市議会議員50人、トップ50人当選とか、岸和田市議会議員選挙開票速報ってやらないでしょ。ね、とにかく隠してるんやと思います。市議会議員の人もいるから、ちょっと若干言いづらいですけど、でもね、隠すんですよ、おいしいから。ね、市長なんて、そんな5期、10期とかできないんです。まあ、1期4年ですからね、5期やると20年、10期やると40年ですよ。市議会議員で、7期、8期、9期、10期ってやってる人いっぱいいます。
選挙落ちないからですよ。めっちゃ楽に通るんですよ。あの当選してる人が楽って言ったらちょっと本当怒られるかもしれませんけど、でも実際楽に通るんですよ。ちなみにね、僕が当選した船橋市って63万人も人がいます。63万人です。63万人というと堺市とほとんど変わらないです。堺市が83万人なんで、そこでね、何票取ったら当選するかって分かる人どれぐらいいます？有権者がね、まあ、あの18歳未満は有権者じゃないので、ちょうど50万人有権者がいます。船橋市って50万人から 何人の人に書いてもらったら年収1000万円になるかっていうの分かる人どれぐらいいます？1000票ぐらいでいいと思う人どれぐらいいます？50万人の中から1000票ぐらい取ったらいけるわっていう人、いやそれは少ないの、1万票ぐらいいるっていう人。あ、やっぱり1万、あのね、1万票取ったら圧倒的な一番です。2000票でいいです。2000票250人に1人入れてくれたら当選なんですよ。びっくりしません？これびっくりしません？いや、僕びっくりしましたもん。え、250分の1でええのか。だったらなんかパチンコのことだけ言い続けたらパチンコファンが入れてくれるんちゃうかと思いましたもん。だってパチスロ4号機復活したいとか思ってるもん、未だに。おもろいから。だって皆さんが仕事終わってね、パチンコ相手にパチスロ4号機負けるけど勝つ時もでかいから、なんか面白いじゃないですか、そういうのね。もちろんある程度の制限はしたらいいと思いますよ。お給料の何パーセント以上付き合っちゃいけませんとか、あの家庭が崩壊するようなことをやっちゃいけないけど、もう大阪でカジノも作るとか言ってるんだから、ああいうこうなんだろうな、一つのことに特化してやって言えばね、250分の1ぐらい取れるわって思って、まあ今ワンちゃん猫ちゃんがそんなで通ったりとか、僕のように NHK ぶっ壊すって言っても通ったりしてるので、なんか皆さんもそれができるんじゃないのかなっていうのをきっかけにしてもらったら、この話をねきっかけに、あのなんかもう俺の人生このままあの社長のところで働いて終わりたいっていう人どれぐらいいます？いや、嘘でもみんなでやるとしても嘘でもあるとしても嘘でもあるとしても 3,4 人ぐらいですよね。ありがとうございます。いや別に、いや俺はもっと、俺は社長に恩返しをしたいから、会社を辞めるけど社長の恩返しをするためにもっとなんか金稼ぎたいんだって人、そんな夢があった、夢がある人どれぐらいいます？金稼ぎたいと政治家になって、いやいや社長になんか貢献したいとか、世の中まあ別に会社のうちして、なんか人生変えたいって人あんまいないですか？いる。あんたも手を挙げてください。そのね、その気持ちなかったらそれは変わらないですよ。もちろん今を変えたいと思ってなかったら、絶対自分の思わなかったら変わらないし、別に僕変えろって言ってるわけじゃないので、ただ諦めてませんかっていうことを、あの問いたいですよね。自分は、俺は所詮こんなもんやっていうふうにもし思ってるんだったら、考え方一つ変えれば、あの面白い人生に、それが面白いかどうかは皆さんが感じることなんですけどね、あの何だろう、変えれるで。例えば過去にちょっと振られた女に見直してほしいとかね、嫁さんが逃げていって見直してほしいとか、そんな動機ってめっちゃ丸ですからね。あの誰か見返したいとか、見返したって変ですけど、なんかね、こう誰かに認められた、もちろん親に認められたりとか、そういうのがあるんだったらいつでもあのチェンジはできますから。だから具体的なそういう方法をお示しすることによってね、あなたやあなたの周りにいる人にも言えると思うんですよ。自分のお子さんとか兄弟とか知り合いでね、俺は無理やけどあいつだったらいけるんちゃうかみたいな人を推薦してもらったら、まあ、特に女性は強いですよ、選挙。もう女っちゅうだけでめっちゃ票取るんですよ。いや、これもう恐ろしいですよ。もうね、綺麗に選挙ポスターとか加工したらね、もうびっくりするぐらい綺麗になるんですよ、ならば。あのね、スケベ票っちゅうのが、スケベ票。いわゆるスケベ票っていうのがあって、やっぱり男性からしたら、あの市議会議員の選挙とか区議会議員のポスターって、だから50人当選するわけだから60人とか70人出るんですよ。今回の船橋の選挙も50人で60人、それでもちなみに50人当選するのに61人とかしか出てないですよ。落ちるの11人しかいないんですよ。
で60人の顔がバーって並んでたら、それは男前とか綺麗なお姉さんおったら入れたいと思う人おるでしょ、何人かは。でしかもその市でやるから、駅前の人はつったら、あの子見たことあるわってなるから結構入るんですよ。これスケベ表って言うんですけど、女性の場合は、まあ、男性も同じでスケベ表なんですけど、男前の子で、男前か美人がどっちが入るかって男前の方が入ると思います。それは女性の方が不動票が多いから、男性の方が政治的にこうあるべきだって思想を持ってる人が多いから、あの男性は女性に入れたくても、あこの子綺麗なと思ってもやっぱり自分の政治信条をやってくれる人に入れる傾向があるんですけど、あの男前の人はおばちゃんたちがもう近所で言いまくるんですよ、あの子かわいいでとか、あの子かっこええでとか、握手してくれるでとか、電話したら電話出てくれるでとか言うんですよ。これほんま尼崎でやったんですよ。尼崎で当選した竹原ってやつはもうずっとドライバーです、トラック乗ってたんですけど、もうね働きすぎて38か9ぐらいですよらしい、まあ、今40ぐらいですけど、もうね何度も事故仕掛けたんですって、居眠り運転 でこのままタクシー、あのトラック乗ってたらいつか事故するやろうなと思って、とりあえず選挙出たいって出たんです。でもう見た目めっちゃ男前です。そしたらもう駅前、尼崎の駅前とかで立ってておばちゃんたちがねこう寄ってくるんですよ。でちょっと話して、夕方とか電話かかってくるんですよ、おばちゃんが。でかかってきたら今度また別のおばちゃんが電話かかってきて、すごいですよ。そのあの候補者は電話がつながる、携帯電話を公開してて電話がつながるって言って、で夜の10時ぐらいにパチンコの掃除やってるおばちゃんが、ああ竹原さんやーってこう来るような感じで、男前の人ってほんとすごいですよ。だっておばちゃんって言ったらこれは女性の方が地域に根ざしてるでしょ。女性は地域のその市の友達がいるから、男性は会社がだいたい違うところに行くから、だいたい近所の人と遊ばないでしょ男性は。だからね、男性の男前はもう一瞬一撃で行きますよ。だから自分のご主人とかね、あの俺の弟男前とか、自分がダメでも自分の周りでちょっといけそうなやつ探してもらったらあのいいんじゃないかなと思いますけど、今何分ぐらい喋ってます？22分です。え、もうそんな喋ってんの？やばい、なんか聞きたことないですか？すみません、30分とか言われて、まあ、なんか質問、俺出たいとか、なんか選挙のことでもパチンコのことでも YouTube のことでも、ね、なかなか聞きづらいですよね。なかなか聞きづらい、聞きづらいですよね。え、同級生、俺な何組やったの？覚えてる組だ。1年は1年の時何組やった？めっちゃ男前やな、でも君出へんの？男前やな、俺ちょっと目悪いんだよ。生活変えたら言うてた。車変えたら言うてた。1年何組やった？2年は？覚えてない、すげえな。いや、俺顔見ても覚えてないけど、ちょっとやんちゃしてたやんな。え、やんちゃチームじゃないの？やんちゃやね、今も目つき怖いもんね。いやでもやんちゃしてた議員出へん。立花の同級生、立花の同級生、あの立花隆の同級生出だとか。いや出るやったらどこで出ます？あ、とにかく人が多いところ、多いところ。だから大阪で言えばだから西宮とか尼崎とかね、今年で言えば東大阪。ちなみに選挙ってどれぐらいやってるかっていうとね、1年間で1000回ぐらいやってますよ。365日中1000回ぐらい選挙やってるんですよ。4年で4000回ぐらい選挙してるんですよ。だって市だけでも800ぐらいあるから、市議会議員選挙と市長選挙があるんで、それだけで4年で1600あるんですよ。町もあるし、そして国会議員選挙もあるんで、めっちゃ毎週やってます。大阪でもだから9月に東大阪があって、多分片野市も今年あったんじゃないかなと思うし、多分来年で言ったら泉市もそうだし、そう来年多分泉市とか箕面とか来年しちゃうかなと思うんですけど、まあいっぱいあります。だから選挙って4年に1回じゃないですよ。もうちょっと住所1回だったらもういつでも3ヶ月間住んどかなきゃいけないっていうルールがあるだけなんで、今から4ヶ月後とか5ヶ月後の選挙にはすぐに行けます。住所泉市間に合うわ。泉市、泉市、いや、それは泉市
はさ、だってあの前やったらパチモンの主人公プロレスラー出てるやん、うん、スペルドルフィンがプロレスラーって出てるの、 あの今俺確定するけど、今泉して出るって決めてくれたら確実に公認して絶対当選させるで。100% と言ったら言い過ぎやけど、多分 95% 当選させる自信ある。君男前やったな、吉水さん。先生先生いや、でも本当別にね、どうしても同級生が嫌だったら誰か全然、もし俺っていう人がいれば泉市の枠は抑えますよ。あ、泉市だけじゃなくても全然、大阪ね、うち実はまだ議席取れてないです。だ取れてないんですけど、あの結構惜しいところまで行ってるのと、もう来月の、参議院選挙で間違いなくもうちは政党要件を満たします。これはもう確定してます。 1.8% 取れなくても全国の選挙区、全国比例で 1.8 が理想なんですけど、もうダメだったら、まあ、とにかく政党要件って満たすんです。これはもう間違いないです。あの最悪あの人呼んでこようと思うから、丸山穂高君。2% プラス国会議員1人なんですけど、最悪丸山穂高君、お金のために。丸山君もうちの党に入ると2000万円もらえるし、うちの党は7000万ぐらい入るので毎年ね、それだけのもう票を取れることは確定します。あの候補実現党さんが前回990万票取ってて、これで 1.7% なんで、まあ、うちは候補実現党さんよりももちろんはるかに票を取るので、もう 2% いかないことはもう 100% に限りなく近いことはないので、必ず政党要件で満たすんですね。でそれ満たすと最低でも1億円ぐらい毎年お金が入ってきます。4年後ちょっともう引っ越ししや。いやだから、あの全然あの信じられるような話をしているかもしれませんけど、あの今本当に一番上り調子の党で、まあ、社長が僕の姉の幼馴染のようで、幼馴染というか若い頃にね、でうちの姉が、まあ、きっかけで奥さん、うちの姉の奥さんがお友達で、あのその関係であの今日ここに来て来させてもらってますが、あのはっきり言って僕の講演料って1回500万ぐらい請求してます。いや500万請求してますよ。あの何でかって断るためにね。いやめっちゃ来るんですよ。立花さん講演してくださいって来ます。怪しい人間、その辺の泉大津のね、助松団地のその品川高校して出ないですけども、だって僕が呼びかけたら10日で1億8000万円もお金貸してもらえてるんですから、自分でもびっくりしてますけどね。もうそれぐらい NHK が嫌いな人が多くて、で NHK と癒着してる政治家ばっかりだから、なんとかあの受信料をやめてくれとか NHK 潰してくれとかっていう庶民の声が僕とか集まってるんですよ。だからそんな中でね、ちょっとまあ偉そうな話いっぱいさせてもらいましたけど、確信はしてるのでね、あの僕はもうただ話聞いてもらってね、こう嬉しいのは誰も寝てないことですよ。これね、こうもう寝られたらこっちもこんなになるから。でも、ね、寝るような話するやつが悪いと思ってますよ。だからここまでね、もう45分ぐらい経つんで、ご質問なかったら終わりますけど、名刺あの来てもらったらお渡ししますので、自分じゃなくても自分の周りの方でね、選挙出たいとか YouTuber として何かしたいとか、僕心の病も持ってて、あの6年ぐらい前は普通に死んでました。仕事できなかったです。メンタルも相当やばいぐらい困難になってたんで、そういうメンタルの相談も受けますので、もしよかったらご気軽に社長の、あの介護に出てた泉大津で講演聞いたって言ってもらえれば、特別に送るお話はお伺いしますので。大体いいですか、ご質問ありますか、大丈夫ですか、もう時間だと思うんで、はい、いいですか、はい、はい、じゃあすいません、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。